皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログのトシです。今日は中学2年生の歴史、大塩平八郎の乱と天保の改革についてお話しします。まず大塩の乱からです。この1830年代の日本、天候不順で、ね、農村では自分たちが食べる食料さえなかった、ね、この日に全国に広がって日本中で百姓一揆や打ち壊しが起きていたと。特に1836年この年の飢饉、特に凄まじくて多くの人が餓死して、たくさんの農民が江戸に流入して雪倒れの人がたくさん出た。この飢饉のことを天保の大飢饉、このように言います。大阪でもやはりこの飢饉で死者、特に餓死者ですね、1日170人もいたそうです。でも大商人たちは米を買い占めて利益を得て、また役人はそれを取り締まることもしなかった。この情勢を見た大阪の町奉行所の元役人の大塩平八郎、この人ですね、この人は非常時の米蔵を開けと、こういうふうに奉行所に申し出るんですが、これ聞き入れられませんでした。そして実力行使に出ます。1837年の2月、大塩は救民、ね、人々を助けるというこういう旗を掲げて、自分の弟子たち300人と、ね、反乱を起こしました。これを大塩平八郎の乱と言います。計画はまず大阪の町奉行所を襲って、次に、大商人高利貸しを襲って、そこから金とか米を奪って、奪ったものを貧しくて苦しんでいる人に分け与えようと、こういう計画でした。しかし奉行所の鉄砲や大砲の前でこの大塩たちは反日で敗れてしまいました。さらに大阪の町の5分の1が火事で焼けたんですね。でも大阪の町の人、大塩平八郎を恨みませんでした。大塩様と言って崇めたそうです。逆に大砲の音で驚いた馬、その馬から振り落とされた、お奉行さんですね、これを嘲笑った、ね、こんな記録が残っています。でこの乱をきっかけに民衆のこの抵抗一層強まって、幕府は政治の改革をしなければならなくなりました。では次は天保の改革です、ね、この時老中水野忠邦だったんですけど、この人が1841年から政治の改革を始めます。これを天保の改革、このように言います。この人たち質素倹約なんですよね、みんな。江戸時代の三大改革って基本は質素倹約、ね、これでいくんですね。質素倹約ということは庶民たちは我慢させられて、生活はもうなんかストレスがたまるような生活になります。どんなことをしたかというと、風俗を乱すということで、歌舞伎の小屋、これを江戸の外れに移します。さらに錦絵、ね、何色もの色で刷った浮世絵ですね。そして、人情本、この出版を禁止します。人返し令というのを出して、都市に出稼ぎに来ていた農民、この人たちを強制的に村に返しちゃいます。そして物価を下げるために株仲間、これを解散させて、誰でも商品の取引自由にできるようにしました。でも実際には、物価下がらなかったそうです。そして最後に自分の首を絞めるようなことをします。安市令、これを出すんですけど、内容は江戸や大阪周辺にいる大名とか旗本、この人たちの領地を一度召し上げて幕府の直轄地にして、ね、この人たちは別の土地をやると、
こういうことをしようとするんですけど、これ猛反対にあって、結局は老中の水野忠邦、老中を辞めさせられてしまいました。ここで丸、赤丸ですね、これで囲んである部分はテストに出やすいので覚えてください。今日は大塩平八郎の乱と天保の改革についてお話ししました。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。